皆さんこんにちは、みっちゃんですはい、はなちゃんもこんにちはです。久しぶり登場だね、はなちゃん。はなちゃん嫌だね、はなちゃんは抱っこが嫌いです。よいしょ。はい、改めまして皆さんこんにちは、みっちゃんです。いつもご覧いただきありがとうございます。はい、今日は10月26日土曜日だったんですけれども、島村さんからまた広告が出ましたね。はい、そんな私も休みだったので行ってきました。イエーイエーイ。ということで、今日の購入品の紹介をしていきます。はい、まだチャンネル登録してないよという方はぜひともチャンネル登録していただけると大変嬉しいです。よろしくお願いいたします。また高評価グッドボタンもポチッとな押していただけると大変ありがたいです。よろしくお願いいたします。はい、それではスタート。はい、それでは購入品ですね。10月26日土曜日、ようさんの、コラボ商品が、いろいろバッグから小物からお洋服から出たようなんですけれども、私も、見に行ってみました。そしてどうやらですね、なんか調べるともう福島では一部店舗がないみたい違いますか？どなたかが詳しい方、なんか検索するともう福島、東北近辺はなんか一部店舗って出てこないんですよね。はい、チラシも入ってなかったので、この間の水曜日も行ってみたいなと思ったんですけど、福島一部店舗も一部店舗自体がなくなったのかなって思ったんですけど、はい、詳しい方お待ちしておりますはい、そして、今回購入してきたものです。ですね、またですね、実は袋が2つになっております。はい、2つになってるんです。はい、こちらになりますですね、なんてかっていうと、実は水曜日も私島村さんに行ったんですけれども、仕事で休みじゃなかったんです。なのでムムさんの特別祭のとってもお買い得なやつも欲しかったんですけど、残念ながら買えなくて、ニットワンピ一つだけは残ってたんですけども、黒だったので、黒はねちょっとごめんなさいして、帰ってきて、一つだけ購入してきたものがあって、ファーバッグ、かわいいなと思って、ファーバッグね、結構残ってたって言ったら失礼ですけど、こちらのファーバッグ、普段の時持ってもかわいいなと思ったので、こちらのファーのバッグを買ってました。はい、こちらがお値段が990円と大変お買い得で、ちょっとそこまでの時にすごい軽いんですよ。軽くて着やすい、なんか中もしっかりしてて、ちょっと見ます、もうここで紹介しちゃいましょうね。こんな感じで中もちゃんとこの値段で裏付きで、ポケットもちゃんとついてるんですよ。こんな感じでね、ポケットもついてて、はい、マグネットもこんな感じでついててですね、はい、パチッとできるし、ここも結構しっかりしてて、あとこの感じも可愛いなと思って、すごい軽いし、でファーもそんな安っぽいファーではないんですよ。バッグで990円って安くないこちら購入してました。はい、そしてそして、土曜日ようさんですね。はい、これは私本当は買うはずではなかったんですけれども、いつもコメントいただく方、さちさんさちさんって名前出しちゃっても大丈夫かな、はい、な方と会って、また久しぶりにお会いできて、その方が一目散にこれを撮ったんです。で、あんなんだ、それもやっぱ可愛いねなんて、人が人買ったの見たら欲しくなって、私も購入してきました。こちらです。チラシとかね、あれでもインスタライブとかでもいっぱい人気だったんですけど、こちらのカーディガンの感じを購入してまいりました。あ、やっぱ着るとも着ても可愛いと思って、はい、こちら、お揃いで、サチさんとお揃いで購入してきました。はい、可愛いですよね、これ。
可愛くて思わず私も買っちゃいました。本当は違うプルオーバー、普通のプルオーバーを買おうって思って行ったんですけど釣られてね、買っちゃったはい、こちらの2点を購入してきました。あとこちらの、説明を入れていきます。はいはい、こちらのニットを購入してまいりました。この白の感じとこの太いゲージが可愛いですね。実物インスタとかっていうかあれで見るよりも可愛かったです。このお色のグレーの感じも。はい、でこちらの方が、ヨウさんの商品です。こちらですね。はい、でお値段の方が、こちらヨウ襟付きジップカーディガン、M サイズですね、濃い、はい、税込み2420円です。で素材の方が、ポリエステル 100% です。はい、こちらですね。でこちらがウォッシャブルということで、マシンウォッシャブルネット仕様で洗濯機で洗っても型崩れしにくく、風合いそのままニットも楽に清潔にということで、ご自宅でもお手入れ簡単になっております。でこのジップがちょっとこういう風にね、アンティーク調の、くすんだ感じの、金具になっていて、下と上にこういう風に締めると上と下につくんですけど、こちらどちらからでもこういう風にね、こういう風に下から上に向かって開けてもいいよっていう感じの、こんな感じですね。こういうファスナーになっております。なのでちょっとだけ開けて下も開けて着てもいいですよっていう感じのデザインですね。であとこのポケットのところがこんな感じで、同じくクリーム色ですかね、ホワイトの感じ、ホワイトの色が入ってます。でこういう太い編んだ感じのゲージですね、太めのゲージ、ざっくりした感じですごい可愛いと思って、でお袖の部分にもこんな感じで、白のニットが使われ毛糸ですね、こんな感じになっております。で襟付きです。ジャケットっぽい感じで着てもいいのかなって思います。はい、これから冬場あったかいですね、これはもうはい、後ろはそして、こういう感じですね。はい、で丈がちょっとね結構短めな感じの丈になっております。はい、こんな感じですね。ここがリブで短めの丈になっているので、かえってスカート、ロングのスカートとかいろいろ合わせが効きやすいのかなって思います。はい、こちらですね、購入してまいりました。はい、いかがでしたでしょうか。皆さん欲しかったけどゲットできなかったもいる方もいると思うんですけど、うちの方は全然そんな並ばずに買えたのでラッキーでした。はい、こちら可愛かったです。この間買ったパンツと合わせたら絶対可愛いなと思って、この白の感じとね。はい、で、こちらの、コーディネートをして行ってみたいと思います。今回はこの2点になります。はい、ではこちらとバッグですね、こちらのぶつけちゃった、はい、こちらとこちらのバッグでコーディネートしていきます。最後までご覧ください。どうぞ。はい、試着してみました。今日履いてた、デニムですね、シーズンビーズさんのデニムと合わせてみました。はい、こんな感じです。バッグがこういう感じ、可愛くない？これで990円って安くないですか。こう持ってもいいですしね、こっちのファーの方だけ見せてこう持ってもいいですし、ここにもポケットがついてるし、すごい使えるなと思って、これでこのさっきのね中のもついてお得ですよね。はい、でこんな感じです。で先ほどの、ニットこんな感じですね。結構 M サイズでも大きめ、結構この辺まで袖も来ます。はい、で
丈はこのぐらい、ちょっと短めですね。はい、こんな感じで、着ても可愛いです。デニムと合わせても、で後ろがこんな感じですね。結構お尻は出ますね。はい、このぐらいの丈になっております。はい、でもデニムでも可愛いですよね。こんな感じで合わせて、はい、はい、ではあとこれと合わせたかった、この間購入の田中里奈さんの商品と合わせてみたいと思います。はい、着てみました。着てみるとこんな感じです。このパンツとコーディネートしたら可愛いかなと思って、このね白の感じと合うなと思ってこちらを購入してまいりました。こんな感じです。はい、ちょうどねこのラインと合うなと思って、こんな感じでどうでしょうか。はいそしてあとこちらの、ファスナーですね、こんな感じで全部閉めるとこんな感じですね。はい、でこれを、この辺で開けてこういう感じで着てもいいですし、いっそですねこう着てもこう着て、はい、こんな感じで着てもいいです。はい、いろいろここのジップの感じで雰囲気が変わるかなと思います。でちょっとこのポッコリお腹は気になるので中のところもたぐませて、こういう感じですかね。はい、こんな感じで着てもいいのかなと思います。はい、でこれがはい、先月かな、先月購入のプリーツですね。スカートと同じグレーで合わせてみました。でインナーに、ももの刺繍の同じグレーを使っている白の T シャツと合わせてこんな感じで羽織ってみました。このコーデも絶対可愛いなと思って、こちらですね、コーディネートになります。で黒のブーツで、すっきりと、締めた感じでちょっと大人っぽい感じで着たらいいなと思ったので、ヒールのあるブーツで合わせてみました。はい、であとこちら同じちょっとこうふわふわっとした素材で合わせてもまた可愛いなと思ったのでこういう感じです。ちょっとこういう異素材と合わせてあげても可愛いですよね。これからもう少し涼しくなったら、あのこういう素材でも中に厚手のタイツとかと合わせたり、この上にコートを着たりとか、逆に冬場でもこういう薄手の素材で合わせてあげても可愛いかなと思います。はい、ですね、これは、夏のセールで300円で購入したジャンスカそのジャンスカの上に羽織ってみました。もう少ししたら、タイツとかと合わせたら可愛いかなと思います。もうシンプルに黒の上にこちらのカーディガンを合わせてみました。なのであのこちらももらったあのプレゼントでお土産でいただいた、無印の小さめのバッグなんですけど、ショルダーなんですが、こういう感じでちょっとポイントで色をプラスして持っても秋らしい感じで可愛いかなと思います。そしてあとこういうふうにポイントで、お色目入れても可愛いかなと思いますし、もうブラックで、購入した、先日購入したユミさんの、こちらのバッグお気に入りなんですけど、こちらと
合わせても可愛いかなと思います。で今回はちょっと上の方で、ジップを締めて下にこう V になるようにちょっとすっきり見えるようにここをこう V にしてみました。そうするとすっきりして素敵かなと思います。はい、この白がね特徴的なポイントになっているので可愛いですね。とってもね今着てて今冷房はつけてないんですけどあったかい、あったかいって言ったらいいんですけどすごいねやっぱり暖かさが違う。やっぱこの太めの毛糸になっているので、はい、で結構ねこれ重さがありますので皆さんこれを購入した方はハンガーに吊るしているとおそらく肩が伸びてしまいます。なのでこれは、きちんと畳んで、しまっといた方が長く使えますね。きっとこの太いゲージのニットっていうのは伸びやすくなってしまいますので、あとはこうパタンと畳んでかけるですね。かけてどうしてもしまいたいわっていう人はですね畳んでしまう、畳んでかけるがおすすめです。はい、このまま肩をかけてしまうとここがこう伸びてきてしまいます。はい、それでは以上です。いかがでしたでしょうか。はい今日の購入品紹介は以上です。いかがでしたでしょうか。ようさんの商品かわいいですね。さちさんお会いできてよかったです。まさかの商品を購入して帰ってきましたかわいい、すごいかわいいですね。あまり私襟があるもの苦手なんですけどこれはかわいかったです。はい、買ってよかった。はい、皆さんの何かの参考になればなと思います。はい、はい、福ちゃんがまたお散歩に行きたいよと騒ぎしております。はい、福ちゃんです。こういうニットを着るとね猫がいるとギッてくるのでなかなか気をつけないと危ないです。グレーとグレーのコラボコーディネート映ってるかな。はい、福ちゃんはグレーの模様なんですよね。かわいいでしょ気持ちふわふわ、だんだん冬毛になってきて冬ふわふわです。はい、こんな私がお送りいたしました。はい、はい、猫好きなみーちゃんです犬も好きです。基本的に、動物はみんな大好きです。はい、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイなら。はい、いいところでニャーが入りました。はい。